ごーめん待った <laughs> じゃあ帰ろっか最近暗くなるの早くなったよね <laughs> ちょっと前まではまだ明るかったしこんなに肌寒くなかったのに 寒い大丈夫なんか寒そうにしてるの気になって <laughs> さっきからカーディガンの裾伸ばして手引っ込めてるしそりゃ彼女のことだもん些細なことも見逃すわけないよ もしよかったら手つなぐあ <laughs> いやあ、ごめん今のを忘れてちょっと調子に乗ったえいいの本当にちょちょっと待って 俺、手汗すごいから気持ち悪かったら言って <laughs> ああ柔らかごめんつい思ったことが口から出てた <laughs> だって好きなことを手へつなぐの初めてなんだもん 幼稚園とか小学校の低学年の頃に女の子と手をつないだことはあるけどあの頃と今は全然違うじゃん <laughs> めちゃくちゃ緊張する君も一緒だね で、冷たすぎ氷みたい俺が連絡するまでちゃんと校舎の中にいたえ本当に鼻の頭真っ赤になってるけど今さら隠しても無駄だよ 外でで待ってたんでしょもう寒いから校舎の中で待っててって言ったのにどうして寒いのに外で待ってたの部活してる俺を見たかったも,もしかして最初からずっと見てた <と>か。あ <laughs> 恥ずかしい今日の俺めちゃくちゃかっこ悪かったのに何にもないところでこけるし先生や先輩に怒られるし <laughs> あそんな姿君には見られたくなかったかっこよかった って本,当本当の本当にかっこよかったって思ってるじゃあ君は今日の俺のどこを見てそんなにかっこいいって思ったわけ真剣だったところ まあ一応レギュラーだし、ちょっとでも調子悪いとすぐレギュラー外されるから。油断できないんだ。ありがとね。ちゃんと俺を見てくれて。でも、君にはかっこいい俺だけを見てもらいたいな。こうめちゃくちゃ活躍してるところをね。 <laughs> ああずっと外にいたから体冷えきっちゃったよね君は暴れてないと思っただろうけど今小さくくしゃみしたのも見逃してないからちょっと手離すよ これ着てていいよ。俺の上着。俺は平気。さっきまで動いてたから、全然寒くないし。女の子は、体冷やしちゃいけないの。こういう時は遠慮しないで。 素直でよろしいはいどうぞあったかいよかった <laughs> それにしても俺の上着君には大きすぎるね <laughs> ぶかぶか うん、でもそれがまた可愛いんだけど <laughs> そんなにブカブカだと荷物持つの大変でしょ荷物貸して俺が持つから <laughs> で荷物持ってた手は俺とつなぐ さっきより手あったかくなったねドキドキしてる手から伝わってくるダメまだ手離しちゃダメもう少ししたら本当に手離さないといけないからそれまで このままでいいさせてくれないごめんねわがままで君と一緒にいるときは一秒も離れたくない少しでも長くくっついていたいってそればかり考えてる <laughs> こんなこと言ってると頭の中変なことしか考えてないみたいだよねでも男なんて実際そんなもんなんだよ好きな子にいっぱい触れたいなって霊に漏れず俺もそう だからいつかこの先も <laughs> 君とできたら嬉しいな <music>